はい、じゃあ開けてこれ見てみてください。どうぞ開けて。これをねちょっと今日は紹介しようと思った。どういったの？来て来て、はい来て、これ見てください。この板今日から使ってます。どう思う？すごいいい板やねこれ。ねえ綺麗やろ、うん、白やけ目立つきええわ。うん、あら、いや、まあ、いや、まだろっすよ。これね、今日下ろしたばっかりやけど、折れてね、この足先に、コードの先にその折れた先の部分だけが残っちゃった。で、ようよう泳いで上がったら、もうその流されたと思ったら、浜に打ち上げられちゃった、そっから先。まあ、どうしても行かれんっていうことです。まあそれだけ大変ということ。これをちょっとあの見せようと思って。それね今日下ろしたての板新品。どうしたのねえっていう。すごい、自分の不注意じゃないわけ。まあ自分の不注意もあるけど波もすごい、それだけ大変ということ。いやだから、はい、しょうがないね。うん、しょうがない。怪我せんかってよかった。そうそう、それを言おうと思って。板はあれやけどね、うん、板でことが言ったらもう上等と思って、うん、はい、はい、ということでした。まあいや遅いと思った。そう、ちょっと大変な目に遭ってました。うーん、3回目は怖いよねえ。気ぃつけるわ、二度あることはさ。本当に怖いよ。はい、これ何かんで知らせてくれよ。ねえ、気をつけます。ばあちゃん、今日はね、ちょっと一つね、商品を見せたいものがあるきね、ちょっと目をつぶっちゃって、パッと持ってくるき。目つぶっちゃってよ。休みなさいということ。目つぶっちゃってよ。はい、じゃあ開けてこれ見てみてください。どうぞ、開けて。これをね、ちょっと今日は紹介しようと思った。これ何？それ持ってみて。持ってみて。いね、うん、よく海遊あのこの、ラップとかそこにあるシールとか、うんうん、あのゴミ袋とか買ってる関連のお店の商品です。何やと思う？軽い。まあちょっと出してみようや、うん、そういう意味。これでも破るよ。うん、便利。はい、でそれ出してみて。ちょっと実際あの味わってみてどうかということを見てみようや。これ横文字やね。うん、うん、全然わからない、うん、どこの文字か。どんな感じで入っちゃう？あ、こんな感じで入っちゃうか。これやね。そのノリどう？味わい。うん、味がついてる。うん、どう？味自体は。美味しいよ。うん。で、ばあちゃん、これあの、いくらやと思いますか？そうね、ノリは割と高いきね。10個入ってる。うん、うんと高いのでは日本のやったり8切れが36枚が10袋、8切れの36枚が10袋入ってるんやって。いくらでしょう？まあ値段はその買うとこによって変わるかもしれん。いくらやと思う？いくらやったら買うと思ったら、うん、当てて。すごく高いな。もう一つ、1枚。1枚で計算する？うん、2000円くらい。おー、2198円やって、すごい。もうやめてね。ええー、とこついちゅうね。だいたい、うん、
どう？足らんかったらそれも食べたら。どうですか？うん、この韓国のり、まず韓国のり自体、のり、はい、コストコののり、どこののりか分かりませんが、のりまず食べてみます。どう？これ食べます。美味しいな。ごま油とか海苔の風味自体はちょっとあの抑えてるんやね、一般的なものより。で、食べやすい感じで、こればあちゃんのおむすび食べてみます。うん、味わいがもっとごま油とかその焼肉店とかその海苔によったらしっかり味がついてるけど、味が薄味やから合わせやすいんかな、これ。上品なんだよ。すごくパリパリして、一般的なものは韓国のりっていうのはビタミン B12 やビタミン K が豊富で、ビタミン B12 は血液が作られるのを助ける働きがあって、貧血予防に効果がある。ビタミン K は骨の健康維持を助ける効果がある。で、ビタミン C も豊富でコラーゲンの生成を助ける働きがあり、シミの予防や美肌効果が期待できるんやって。あんまりきついお味じゃないから食べやすいね。ほら、あっさりして、うん、みんな1箱が200円くらいよね。いや、うん、1つが200円に言ってたら、うん、どう？これはね、うん、おむすびにしておくのはいかんわ。その、うんうん、すぐ食べるというような料理を作った方がいい。これをちょっとね、紹介したかったばあちゃんに。うん、食べて。これね、あの、うん、うん、お味がついてる、うん、ちゃんと薄味というか、うん、なんかの上にこうバラバラと料理の上にまぶしたり、それか、うん、あの握りなんかほら、うん、こう握ってスッと食べるような感じ、うん、なんかこう置いたらベタッとすると思うけど、うんうん、美味しいよ。はい、じゃあまずはこのコストコ商品さん、いろいろね、このラップとかゴミ袋とかいろいろやりましたが、この前もあのプルコギのタレもそうやけど、こういう海苔とかね、こういう食品もやっぽいっていうわよ。いや、あるわよ。どう、ばあちゃん、ちょっと総評と締めお願いします。これケントね、うん、おむすびに握ったり巻き寿司をしたりというような海苔ではベタつくと思う。その、うん、その時にパッと食べるような感じで、なんかに振って、うん、お値段も天狗ろ、うん、これ200円だね、こんなに買ったから、うん、これ全部簡単に食べれるから80点くらいはあげたね。星80点、うん、はい。さあ、ということでこの、あのコストコさんの韓国のりでした。はい、じゃあばあちゃん、今からちょっと、はい、はい、食事をやっていきましょう。はい、36分、うん、韓国やっぱりそう。はい、ということでばあちゃんの感想も聞けたんで、これをちょっとまた使ってきますね。え、まあ満点やん。